待ちしておりました。はい、皆さんもお久しぶりです。どうぞ聖堂へ。すでにお二人ともお待ちです。やあ、お待ちしていましたよ。この時点をもって事態は風聖省へと移管しました。総大司教をはじめとする皆さんには外してもらった次第です。ロジーヌ君、お疲れ様でした。念のため玄関をお願いします。はい副長。それではごゆっくり。紹介しよう。風聖省聖杯騎士団の副長を務めるトマス・ライサンダー卿だ。ドミニオン第2位、箱使いのあだ名を持っている。私からも紹介しましょう。聖杯騎士団を束ねる12名のドミニオンの一人、第8位の後を継いだガイウス・ウォーゼル教です。ああ、いろいろあってな。トールズを卒業しノルドに戻った俺はしばらくの間帝国と共和国の戦況を注意深く見守った。だがそのうち高原を渡る風に何か黒いものが混じるのを感じたのだ。それを父や長老に相談するうちに俺の師バルクホルン神父が訪ねてきた。気づいているかもしれないが内戦中俺たちを試した巡回神父だ。俺も知らなかったがその正体は聖杯騎士団の第8位皇天使士のあだ名を持つ方だった。27年前のノーザンブリアで潮の杭も調査しかのウォレス准将も弟子として教えたほどの歴戦の騎士。どうやら彼は俺のことを気にかけてわざわざノルドに来てくれたらしい。彼によればどうやら俺は滅びの風と呼ばれる悪しき木が見えるようになったそうだ。かの獅子神皇帝と共に戦った血がそうさせたかどうかはわからないがそれを知った彼は何かに納得したようだった。そこに事件が起こった。第七機甲師団の防衛線を突破した共和国軍の船が集落を襲ったのだ。ちょうど父は不在で家族を助けるため俺は槍を投げて対抗しようとしたが叶うはずもなかった。死を覚悟したその時死の大きな体が飛び込んできた。そして俺は死に瀕した死から聖痕を受け取った。千年近い騎士団の歴史においてどの時代も存在したという12の文様、そのうちの一つを。
ちゃん、隠れていないで出てきて。あんたが呼んだんでしょうが。なんじゃ、邪魔せぬよう控えておったというのに。そなたらにこの場に集まってもらったのは他でもない、魔女と教会の協力関係とその背景について教えるためじゃ。私たちも別に女神を信じていないわけではありません。スタンスの違いはありますが、過去何度も協力してきたそうです。例えば250年前の獅子戦役や200年前の吸血鬼事件、先日の暗黒竜の大元となった800年前の事件についてもな。と言っても全部このロゼがしゃしゃり出ただけだけど。伝承によるとドライケルス陣営には聖女の他に良き魔女がいたそうです。そして赤い月のロゼにおいては教会に所属するシスターにして吸血鬼の神祖として描かれていた。全て彼女ですよ。まあ見た目は少々違いますが。およそ800歳といったところか。まあわらわだけが特別で、他の魔女たちは普通の人間じゃ。炎の至宝を受け継いだ一派の末裔であるという以外には。Thank you.
初めに二つの至宝があった。高き力を秘めし炎の至宝アークルージュ、強き力を秘めし大地の至宝ロストゼウム、共に巨大な守護神の形をとり、人の子に奇跡と恩恵をもたらした。数百年の間エレボニアの地においてそれぞれ繁栄を謳歌していたが、ある時期から授かった人間同士が相争うようになってしまったのじゃ。二つの至宝は人の望みを聞き届けて、ついに直接ぶつかり合うこととなった。もたらされたのは大災厄。大地が震え、天が引き裂かれるほどの天変地異だったそうじゃ。人間たちが後悔してももはや止まらず、千日に及ぶ戦いは地上を暗黒の焦土と化し、最後に四方同士の争いは終焉を迎えた。ただし相打ちという形で、力尽きた四方の抜け殻はそれぞれ遠くへ飛ばされ、暗黒の大地にようやく静寂と光が戻ったのじゃ。じゃが話はそれで終わりではなかった。二つの四方の力が最後の激突で融合、全く新たな存在がこの世に生まれてしまったのです。それこそが大いなる一と呼ばれる鋼、炎と大地が錬成されることで誕生してしまった超越的な存在でした。すぐに暴走はしなかったものの、内部で無限の自己総国を永劫に繰り返す究極にして不安定な力の源、生き延びた人々は悟ったそうです。これは人の手に負えるものではないと。それぞれの聖獣の力も借り、炎と大地の眷属たちは協力して大いなる一を封じることにした。しかし試みはことごとく失敗し、最後に試されたのがある方法じゃった。上位次元において大いなる一としての本質を保ったまま、現実世界では複数の個として存在する、そんな仕組みで最悪を御そうとしたのじゃ。結論から言うと、試みは成功し、大地の眷属が7つの器を用意し、炎の眷属が力を分割して宿すことで彼らは作り出されました。すなわち7体の騎士人形デウス・エクセリオンを。900年前の帝都ヘイムダル、当時わずか5万人の小都市でしたが、文明復興の重要な拠点の一つでした。七王教会の聖堂も築かれ、さらなる発展を遂げようとしたその時、突如として暗黒竜が出現することで帝都は笑気に包まれ、首都と化しました。時の皇帝アストリウスは民を率いて南に落ち延び、
セントアークの地に仮の都を築くことになります。その災厄による混乱の中、脱出を助けるため魔女と知性たちは互いに深刻な痛手を受けた。魔女は先代の王様が命を落とし、知性はこの時聖獣を失ったのじゃ。こうして両者の交流は完全に断たれ、最後に接触があったのは100年後、赤の鬼神を起動したヘクトル帝が暗黒竜を倒して帝都を取り戻した時じゃった。促したのは知性の長で、導いたのは新たな魔女の長、すなわちわらわであった。しかし暗黒竜の正気で皇帝は命を落とし、赤は呪われた鬼神となり、世継ぎの王子の立ち会いのもと、最後にわらわと知性の王座によって王城地下に封印されることになった。しかしそれが最後じゃった。いかなる理由か、知性たちは我らに決別を宣言して完全に姿を消してしまう。それから800年か、帝国で戦が起きるたびに鬼神は姿を現し、超越的な力を振るっては姿を消していった。知性たちの関与は間違いなかったが、我らに阻止する術はなく、起動者を正しく導くという対処に徹するしかなかった。それが極まったのは250年前の獅子戦役じゃ。義弟オルトロスが蘇らせた赤に、ルキウス王子の傭兵が起動した紫、そしてドライキルス王子の灰、聖女リアンヌが隠し持っていた銀、4体の鬼神が出現した対戦だったのじゃ。
煮えにより古の血が流されし時、黒き聖杯への道が開かれん。汚れし聖獣が終末の剣に貫かれ、その血が聖杯を満たす時、大いなる黄昏は始まらん。どうしたんだ？ほう、何か気づいたのね。今は少しでも手がかりが欲しい状況です。何でもいい、どうか話してみてくれ。そうですね、根源たる虚無、オリジネーターゼロ、すなわち OZ なのでは。黒の工房がミリアムやアルティナさんにつけていた形式番号か。お、OZ？ なんですかそれ。やっとたどり着いたわね。この声、姉さん、ようやく現れたか、宝刀娘が。クロチルダさんか。独自に動いているのは聞いていたが久しぶりね、ババ様。エマにセリーヌ、七組のみんなも、それとライサンダー卿、仲立ちしてくれて助かったわ。いや、家族がすれ違ったままなのも悲しいですからね。姉さん、どうして。やっぱり戻ってくるつもりじゃないのよね。ええ、前にも言ったように、私の忠誠は名手に捧げている。その意味では、あなたやババ様みたいに魔女としてのみは振る舞えない。鋼の聖女、あの人がそうであるようにね。だから何なのよ、その名手ってのは。ふん、どんな人物かは知らぬが、大した入れ込みようじゃな。ならばビーター、主がこの場に現れた理由、ようやく結社がどう動くか決まったというところか。ええ、神器を使った3つの実験結果を受けて、私以外の使徒6名が全員一致で決定したそうよ。私が戒めてきた禁忌を破り、宰相と知性の大いなる黄昏に協力して、終焉の中で減塩計画を完遂することを。それってそう
ういうことか。先月から結社が姿を消したのは帝国から撤退したからじゃなかった。自分たちの計画を何としても進めるために敵対者と裏切り者に恭順することを検討していたわけですか。バカな。もしそうだとするなら全てが敵に回った。これは大聖堂の鐘ではありませんね。あれ、これってクロスベルの鐘？そうなのか。はい、独立国の時にも異変が起きる前に聞こえて。あ、博物館に置かれてた星見の塔の大金博物館の方角ではないぞ減塩計画とはよく言ったものね。どこまであの方はこれを予見していたのかしら。ねえ、何を浸っておる。知っているのならとっとと見せい。グリアノス抜きだと厳しいからババ様も手伝ってちょうだい。エマ、セリーヌもね。はい。こき使ってくれるわね。それでは大いなる黄昏の開始と減塩計画の再開を祝してナンバーゼロ道化師が始めさせてもらうよ。
はあ、大したもんだな。へえ。終わりの始まりですか。デジャブか。黒き聖杯、師匠の記述通りか。大いなる力を永劫のものとする最上。リーン、ユーシスたち。まさかこんなことになっちまうとはな。では始めるとしよう。案内するがいい。性能さにして工房の主、黒のアルベリヒよ。かしこまりました。偉大なる主よ。青のジークフリード。太ったコートの人ってやっぱり火炎魔神に道化し、あれが聖女か。どうして。キーさん、話したばかりで。それに髪の色は違うけど。フランツ・ルーグマン、 G ・シュミットの一番弟子にして RF グループ現会長の亡き夫、フランツ・ラインフォルトの旧姓ね。なるほど、20年前から動き始めていたというわけか。ええ、おそらくは最小と協力し、この状況を作り出すために。アリサさん、ほうけている暇はないわ。黄昏がどんなものだろうと、遊撃士として放置はできない。君たちはどうなの。ああ、こんなところで立ち止まってはいられない。まさにここで動くために7組は集まったのかもしれぬ。うん、そうだね。アリサ、行こう。ビータ、主はどうするつもりじゃ。異種返しという意味で付き合いたいのは山々だけど、多分簡単にはいかないでしょうね。なんじゃと。
この気配は霊力の乱れ。これってまさか。副長、ガイウスさん、幻獣や魔鋼兵が多数出現しました。骨が折れそうですね。あれは副長の箱の力だな。なかなかやるな。あとは任せてもらおうか。さすがはババ様、ロジーヌも見事だ。エモ、手伝いなさい。分かったわ、姉さん。魔女に聖杯騎士の力。兄様、皆さん、先輩、姫様も。ダメだ、出てくるな。危ない。ありがとう、パトリック。本当に助かった。いや、たまたま様子を見に来てよかった。それにしてもどうしてこんなことに。この金のネタ、何か関係があるのでしょうか。ええ、実は。セドリックたちが、どうして。どうやら
帝都全域がここと同じ状況みたいね。鉄道憲兵隊や第四機構師団も動き始めているらしいが。そんな。とにかく殿下たちの安全だけでも確保しないと。それは任せてもらうわ。その女学院を中心に私が結界を張りましょう。先ほどの魔皇兵や幻獣程度なら防げるはずよ。本当ですか？そうしてもらえるなら大助かりだけど。姉さん、やれやれ、当てにしてたんですが。まあ是非もなしか。パトリック、どうかよろしく頼む。クロチルダさんを除けば君が一番の使い手のはずだ。ああ、任せてもらおう。そちらもどうか気をつけてくれ。まさかこんなことが起こってしまうとはな。気をつけるんじゃぞみんな。ええ、グエンローも。きっと無事に戻ってきます。真実を知るためにも。一体どこまで知っているの？シャロンについても、黒の攻防についても。ああ、アリサさん。もともとシャロンとはあの人が姿を現すまでの契約だった。10年前の爆発事故であの子と戦い炎に消えた彼が戻ってくるまでの。はっ。それが果たされた今、あの子を縛るものは何もない。心置きなく元の職場に戻れるというものでしょう。か、様。お前というやつはシュミット。お前もどこまで知っておった？まあ推測程度だ。気候兵の研究ノートを見つけた時、それが私への卒業論文だとは気づいた。どうやらくだらぬ妄想に取りつかれているようだが、三番弟子を従えて何をするつもりか、せいぜい見届けさせてもらうとしよう。ジョルジュ先輩のことも薄々気づいていたんですね。ああ、もともとフランツの同郷と聞いて声をかけたくらいだからな。知性の本拠地、黒の攻防か。一体帝国のどこにあることやら。納得できなければ自分の目と耳で確かめてみなさい。シャロンの本心やあの人の真実を。言われなくても。兄様、ミュセニ、ユーナさん、クルートさんもどうかお気をつけて。うん、エリゼさんも、先輩に姫様も、どうか女神のご加護を。必ず戻ってくる。どうか待っていてくれ。信じています。リーンさんに、七組の皆さんを。それとどうか、どうかセドリックたちを止めてください。お任せを。貴族の義務として、何よりも七組として。終焉を導く鐘の音、必ずや止めてみせましょう。姉さん、どうかあとはお願いします。ええ、任せなさい。この山場を乗り越えたら二人きりで話しましょう。今まで避け続けてしまったせめてものお詫びにね。話半分に受け取っておくね。あら、日頃の行いでしょ。まあ、昭和る兄貴の言うことを鵜呑みにせぬくらいには大人になったということじゃろ。あ、おばあちゃんは人のこと言えないからね。うん。第二中、青の深淵の結界。よし、
これで準備完了じゃ。それでは行きましょうか。ロジーヌ君、あとはお願いします。はい、ヘミスフィア卿たちと何とか連絡を取ってみます。リンさん、ガイウスさんたちもどうかお気をつけて。ああ、君も。あとはよろしく頼む。それじゃあ行きましょう。カレル・リキュ、いや黒き聖杯へ。そんなわけないだろうと言いたいところだが、確かにこのくらいはやりかねない人たちかもな。ああ、そこまでだ化け物ども。あ、大音機構師団だ。おお、ぬるいわ。王通り中央は制圧ですが、帝都全域に被害が拡大中のようです。カレル離宮の方で異変があったとの連絡も。これより3個連隊に分ける。それぞれ帝都の各所へ向かえ。ナイトハルト、お主はトールズ領空と連携するがいい。了解しました。アラン順位下2名。なんだ、あれは急行者に現れたという。邪魔をするな。片付けるしかなさそうじゃな。箱と結界で被害は抑えます。皆さん存分にやってください。ありがたい。速攻で片付ける。行くぞ新旧7組。気をつけろ。蹴散らすわよ囚人代行。うなれ、うーん、乱戦撃。
さあガンガン行くわよ。やっ、私の番ね。これはおまけよ。任せなさい。任せなさい。任せなさい。私の番ね。はっ、今よ。よし、そこだ。私の番ね。はい、今よ。行くわよ。うわー、崩れた。おっ、はい、そこだ。行くぞ。うなと、ラーメンに今だ。もらったわ、私の番ね。はい、チャンス。やい、崩れた。いただき、私の番ね。これは危ないよ。行くわよ。うわー、崩れた。行くぞ。蹴散らす。俺の番だな。はっ、行くぞ。うなと、ダメに今だ。もらったわ。俺の番だな。はっ、今だ。もらったわ。僕の番だな。そこだ。いただき、あたしの番ね。今よ。やり、行くわよ。バンダールが解ける。力を尽くすしかなさそうだな。逃さん。任せてくれ。や、行くぞ。ありがとう。感謝。ありがとうございます。行くぞ。
これ。逃さんな。今だ。すぐに処置します。そなたに感謝を。行きます。火をつく。私の番ですね。俺の番だ。やっ。そなたに感謝。任せてくれ。金色の刻印よ、その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。はっ、好転攻撃する。私の番ですね。はあ、私の番だな。下せつれ。
手強い。だがこれで。撃破完了。君たち大丈夫か？怪我とかしてないよね？おお、すげえ！あんなのをやっつけるなんて。怖かった。なんだよ、リンシュバルツ。超かっこいいじゃんか。あ、なんだって？なんでもねえよ。とにかく無事でよかったですね。マーサさん、フレッドさん、オスカーさんたちも。ああ、君たちが助けてくれたんだね。遊撃士さんたちもありがとね。たくも心配かけさせて。ごめんて、母ちゃん。大丈夫みたいだな。ミアちゃん、マッシュ君も。みんな宿に避難してるわ。あなたたちも。リン、みんな。そっちも片付いたみたいだね。安全を確保したら先を急がないと。うわあ！あらて？しかもあんなに厄介ですね。このままではキリがなさそうじゃな。ですが放っておきません。ここは手分けして離宮へ向かうメンバーを。その必要はないよ。な、拳銃にライフル、対戦車砲。あの人たちは。うじゃうじゃとキリねえな。どうするママ？あの時のバルドほどじゃないね。格好撃破しつつ押し戻す。ジョゼット、あんたも手伝いや。はいはい。たく、デタラメな親子だな。ここは僕らに任せて、あんたたちはとっとと行きな。ジョゼットさんも助かります。今のうちにみんなを避難させるぞ。手伝ってくれ、ベネット、フィリー。ええ、はい。ここは任せてよさそうじゃ。行くぞ、主たち。よくわからないが、しっかりやるんだよ。君たちに女神の加護。ありがとうございます。行こう。トア先輩、そちらの状況はどうですか？うん、ちょうどさっき衛視隊の人たちが引き上げて、テートが襲われているみたいだけど、どうなってるの？落ち着いて聞いてください。かいつまんで説明しますが、実はカレル離宮の方で。級との連絡は途絶。そもそも最小閣下、皇太子殿下、総督閣下はお出かけだったらしく。オズボン最小、やはりあなたは
の安全は一旦確保されたとのことですが、東に向かったログナー港は不明のままで。そうか、いずれにせよあの方の読み通りとなったか。ならば次の盤面への一手を始めるしかあるまい。順将、サインは投げられた。帝都民を救いつつ行動を始めるといい。御意。あちらは役者の到着を待つしかないか。作戦開始。バイスラント決起軍の初陣だ。西門突入後、市内の厳重魔鋼兵を片付けつつ帝都駅へ向かう。あの方も合流する。誉れを見せるぞ。イエス、コマンド。星座の連中も。ジョルジュ君、やっぱり。クレアも、一体何をしている。こちらアービング。アークロイヤルが動いた。帝都駅を経由、離宮の方に向かっただと。それって本校の赤い走行列車のことか。本校と分校、治癒を決する時が来たようだな。私はこれより別行動を取る。そなたらは離宮に急行、シュバルツァーたちを助けるがいい。待ってください。で、あんたどこへ。何、野暮用でな。ついでに化け物どもも片付け、分校長としての義理も果たすとしよう。健闘を祈る、青き遊郭の若獅子たちよ。野暮用、まさか。とにかく今は離宮へ急ぎましょう。最小どもがやらかしたみたいだが、あんたはどうするんだ。言うまでもない。第二の教官として動くだけだ。あれが黒き聖杯。カレル離宮が完全に変異しちゃってる。ええ、コーマ賞と同じですね。赤い星座、一個大隊はいるわね。アークロイヤル号、それに永田にフリッツ、
本校はそちらについたか。思ったより早かったね。深淵はいないみたいだけど、なかなか壮観な顔ぶれじゃないか。トールズ7組きっと来ると思っていたよ。ジョルジュ先輩、どうして。知性の一人、そして結社の道化師か。ですが、無駄な悪あがきですわね。これもマスターのご意志。悪く思わないでちょうだい。敵対、守りに徹するか。ま、団長に任されてしもたし、進むならば覚悟してもらおう。シャーリー様の梅雨払いとして。ゼノ、レオ、二大両兵団が手を組んだのか。セドリック殿下のご意志により。リーン教官、七組、ここで止めさせてもらおう。おかしいよ、そんなの。良くも悪くも、彼らは帝国人だ。宰相閣下と皇太子殿下に抗うのは難しいでしょうね。ロゼさん、トマス教官、あの結界は突破可能ですか。至難であろうな、たとえ鬼神を呼んだとしても。だが、そちらの小僧の箱とわらわの術を合わせれば、あるいはなんとかねじ込むことはできるかもしれませんね。おばあちゃん、俺たちのために道を開いてくださるか。どうやら他に選択肢はなさそうですし。ま、年寄りは裏方に回らせてもらうとしよう。エマ、セリーナ、転移術の方は任せたぞ。はい、任せなさい。やる気ですの。この婦人を見て大した度胸やけど。来たか。まさか。あくまで食い下がるか。厳しいが、ケツ叩かれてきしまった。こんな時にお前のそばにいなくてどうすんだってな。ヒュー、ヒュー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 。うるせえってろ。少しだけ和んだところで、役者は揃ったみたいだね。始めるとしよう。結社の方々は引き受けましょうか。ザレ事を。聖杯の副長、相手にとって不足なし。ヒールの魔女、第二中並みと思った方が良さそうね。そんじゃ俺らは銃剣たちの相手をしようか。 ZCF の最新武装、果たしてどの程度のパワーか。ならば我らは若屋財団の娘 TMP 少佐の相手をしよう。だったら僕は。トールズ第二分校、これより協力者の力も借りて聖杯の攻略を開始。
開始します。イエスマン。こちらも出ます。トールズ士官学院本校、これより第二の迎撃を開始する。おう。最初からさ。もともと僕は地星の生まれだ。博士に弟子入りする前からね。そしてアンなら死んだよ。それは嘘だよ。左翼少し引いて、突出しすぎてる。アンちゃんもクロウ君もジョルジュ君もよく知ってる。クロウ君を助けたジョルジュ君がアンちゃんを見捨てるわけがない。閉じ込めてるんでしょ、工房の本拠地とかに。だったら試してみるかい。先輩、させるか。今だよ、リン君たち。全員結んだわ。少しなら動けるわよ。させないよ。覚悟ですわ。こちらのセリフだ。下がるがいい。ここは通さない。今です。行くがよい。七組の子らよ。アラード翼よ、エウムローカス、我らをあの地へ。あとは彼らに任せるとして、なんとか食い止める必要がありそうですね。ああやってくれたね。この落とし前高くつきますわよ。あの黒い卵の中みたいだね。感じる。かつてないほどの力を。ええ、あの光魔将を遥かに超えていますね。この高さ500アージュくらいかしら。ええ、反響具合からそのくらいでしょう。行きましょうか。間違いなく彼らが待ち受けていそうですが。であろうな。結社の使徒に執行者、知性の協力者、
そしてアイアンブリードですね。ああ、でも行かなきゃ。うん、何が立ちはだかろうが止まるわけにはいかないよね。新旧含めた7組として前へ進むだけだ。ええ、私たちが私たちであるためにも世界を終わらせるなんてあの人たちにさせないためにも。アリサさん、その通りですよ。させません、絶対に。覚悟は十分みたいね。全員揃ってないのは残念だけど、ま、帳尻を合わせればいいでしょう。そうですね、そのためにも。待ち受けるのは極限の戦いだが、恐れることはない。2年以上にわたって練られ、新たな力も加えた俺たちなら、今のトーレスの7組なら乗り越えられないものはないはずだ。状況開始。黄昏の開始を阻止、拘束されたアルティナも解放する。俺たちを送り出してくれた全ての人たちに報いるためにも、全員揃って何があっても絶対生きて帰るぞ。さあ行きましょう。行きましょう。チャンスです。そこだ。続きます。
行くぞ。せ、今だ。行くぞ。は。俺の番だな。うん。僕の番だな。私の番だ。ごめん、お願い。さあ、ガンガン行くわよ。やっ、えっ、えっ、やっ、任せた。さあ、今よ。終わりよ。サラ教官、やりましたね。よし、まだ待って。はっはっはっ。奈落のごとき吹き抜け、まるでそこが見通せぬな。だが悪しき風を強く感じる。間違いないだろう。ええ、行きましょう。この儀式、何としても止めなくては。任せなさい。はっ、ええ、せい、ええ、はっ、マイ、行くぞ。マイ、うん、もう打点に崩れた。もらったわ。行くぞ。そこだ。続きます。やっ、チャンスです。任せなさい。行くぞ。さあ、今よ。やり、せい、今よ。やり、せい、崩れた。続きます。今だ。もらったわ。私の番ですね。はあ、ええ、せい、はっ、せい、制圧完了。先を急ぎ。せや、せい、私の番ね。行くぞ。うん、もう打点に。今だ。もらったわ。俺の番だな。とどろけ。行くぞ。うん、もう打点に。今だ。もらったわ。僕の番だな。崩れた。続きます。ええ、くだ、今よ。やり、やっ、崩れた。続きます。マイ、うん、もう打点に崩れた。もらったわ。はい、はあ、はい、今よ。やり、やっ、よし。私の番、チャンス。やり、はっ、今だ。もらったわ。サラ教官、やりましたね。よし、お宝発見です。はい、いつでも行けるわ。
駆動。そこだ。続きます。ええ。輝け。任せなさい。今よ。俺の番だ。崩れた。もらったわ。それ。制圧完了。先を行って。宝箱があるな。はい。ガッ。難敵だな。心してかかるとしよう。Thank you.
聖獣か。ちょいとそそりはするんだが、俺の炎が通用するか試すのもありなんじゃねえか。あなたが入れば儀式は台無しとなるでしょう。力を振るうときはわきまえることです、レオンハルトのように。へいへい、まずは前菜を味わうとしようかね。まさかあなたたちが最小に全面協力するとは。大いなる黄昏というのは何をもたらすのか知っているの？全ては大いなる主の幻縁計画を導くため、そして私にとっては過去の決着をつけるためでもあります。ゾクゾクするような祭りが始まるみたいだからな、乗らないのももったいない話だろ。至高に最強か。お初にお目にかかる、リアンヌ・サンドロット殿。我が父ビクター・アルゼイドに代わり挨拶させていただこう。アルゼイドが末、ようこそと言っておきましょう。ですがその名で呼ぶ必要はありません。すでにエスはアルゼイドのもの。ここにいるのは過去の幻影です。ですが私にとって目標であり乗り越えたいと思っていた存在、250年寝られしアルゼイドの剣、どうか受けてはもらえぬだろうか。いいでしょう、私も気になっていたところです。しかし剣商の娘はともかく、やっと一人前の魔女に新米騎士、くたばるのは早すぎるんじゃねえか。なんですって。だからこそです。ああ、オサでも姉さんでもなく、今ここにいるのが私である意味。それってオサの方が持っていた。断りを超えた暴虐なる炎、炎の末裔たる魔女の代表として何としても封じます。エマ、成功。ガイウスが受け継いだという守護騎士としての力。ああ、風と女神、力継いだ印にかけて必ずや道を切り開かせてもらう。ハッハッハ、いいだろう。どちらも食い出がありそうだ。とことん楽しもうじゃねえか。果たしてそなたたちに終末を止める力がありしか、全身全霊で示してみなさい。おお、もはや言葉は不要、行きますよ。楽しませてもらうぜ、灰の小僧ども。させるか。やらせん。行きますよ。すぐに処置します。感謝する。任せるがよい。砕け散れ。崩したぞ。俺の番だ。蹴散らすわよ、囚人代行。任せてくれ。チャージします。感謝する。行くぞ。行くぞ。任せてくれ。絶空。俺の番だ。チャージします。感謝する。
行くぞ。任せてくれ。俺の番だな。マイ。うなる。ラテン撃。今だ。俺の番だな。俺の番だな。うなる。行くぞ。チャージします。ありがとう。俺の番だな。行くぞ。私の番だな。砕けくれ。後期。まだいける。まだまだ未熟か。はい。感謝する。やっ、私の番ですね。ケチラ。はい。ありがとう。感謝。はい。俺の番だな。ケチラ。
行くぞ。はい、今だ。スキル、はい、エイ、今です。ここだ。私の番だな。感謝する。任せてくれ。チャージします。感謝する。俺の番だ。崩れたぞ。行くぞ。さあ任せてくれ。崩れたぞ。行くぞ。蹴散らせ。任せてくれ。俺の番だ。今だ。任せて。崩れたぞ。行くぞ。後期。はい。崩れた。はい。蹴散らすわよ。新人代行。私の番ですね。チャンスです。私の番だな。後期。任せてくれ。崩れたぞ。俺の番だな。いや、俺の番だな。あ、今だ。はい。俺の番だな。運動だ。今だ。私の番だな。砕けて、後期。はい。蹴散らすわよ。行きます。それ。ありがとう。俺の番だな。運動だ。行くぞ。後期。俺の番だ。崩れたぞ。続きます。私の番ですね。蹴散らすわよ。私の番ですね。ここでチャンスです。行くぞ。後期。行くぞ。俺の番だな。ありがとうございます。蹴散らす。マイ。や、行くぞ。運動だ。今だ。俺の番だな。運動だ。今だ。任せてくれ。ここだ。任せるがよい。はっ。ありがとう。はい。蹴散らすわ。行きます。ありがとう。任せてくれ。今だ。続きます。私の番だな。ありがとう。行くぞ。いや、行くぞ。運動だ。行くぞ。せ、今だ。行くぞ。砕けて、後期。やい。はい。チャンスです。任せてくれ。キヨ、俺の番だ。崩れたぞ。行くぞ。せ、今だ。任せてくれ。マジかよ。時が惜しい。行くとしよう。よし、掴んだ。精進あるのみだ。やります。まだまだこれからだ。よし、やったわ。やったわね。
これ、アングバール。懸賞の娘もやるじゃねえか。食い下がるのはいいが、親父の二の鉄は踏むんじゃねえぞ。刃こぼれした剣じゃ本気で楽しめねえからな。少子、その程度で父上を語るでない。リン、ミナモ、ここは我らに任せよ。ええ、先はまだまだ長いです。俺たちも必ず追いつく。分かったよ。任せた。くれぐれも気をつけてくれ。甘い。させないわよ。これがガイウスさんの守護騎士としての真の力か。ああ、そういえばまだ名乗っていなかったか。第8位、絶空砲翼ガイウス・ウォーゼル、後天獅子に代わりお相手する。いきやよし。楽しませてもらおうか。聖杯を食らい尽くすまでな。まだ続いてるみたいだね。はっ、せっ、そこだ。せや、よし、任せなさい。行くぞ。